こんにちは、ライムです。はい、ということで、やりたかったんだけど、ずっとね、後回しになっていた、セラの D 角、あれ、D 角線2だね、水魔法の方を使っていこうかなと思います。まあ、もうガチャ終わっちゃってるしね、今更かマジで強いんだけど、この覚醒ストライクウォーターってやつ。で、まあ、これセラの、なんだろう、ポテンシャルみたいなのを、とりあえずね、生かしていこうかなという運用でいきたいと思います。今回いろいろそのセラにとってのね、あの有利な面というか、まあいろいろな意味で生かすような編成にしてあるんで、うん、まず今回のパーティーね、血統心抜きました。血統心抜いて、要は防御魔防精神デバフが、セラ以外できないようにしてある。ストラゴスとかいるけど、ストラゴスはあの D 覚醒1かなの方なんだよね。あの防御魔防精神デバフができるやつ、あと超絶とかあるんだけど、そっちは使いません。もう完全にセラの、まあ、D 角でもできるんだけど、防御魔防精神デバフ D 角でもできるし、あと覚醒だね、こっちでもできるんだよ。で、まあ戦略上の、まあ立ち回り上ですね、先にまあ D 角の方打っちゃうんだけど、まあどっちでもいけると。つまりね、セラで防御魔防精神デバフを賄える。で、かつこの D 覚醒プラス専用アビリティだね、アルティミスシュート、これで2回発動するたびに短時間敵単体の水属性耐性1段階ダウンという効果がくっついているんで、この D 覚と組み合わせてあげることによってね、あの効果的に水耐性ダウンを持ち込むことができるということなんですよね。で、一応、まあ、今回この午後 FF5 午後もいたりして、こっちでね、専用アビリティで一応デバフできるんだけど、今回もうほぼチェーンに徹することにさせた。立ち回り上チェーンしか使わないチェーンの他になんかシンクロとか覚醒打っちゃうとゲージ足んなくなっちゃうんだよね。なんか今回でもサラマンダーがさ、ちょっとウェイトモードでやっちゃうとチェーン時間が短いので、ワンチェーンで終わらない感じがするので、2チェーンでもうほぼ午後はただアビリティ一発ずつ打つだけのね、機械になってもらう、チェイン打つだけの機械になってもらうんで、メインのデバッファーはやっぱセラということで、まあかなりね、セラが行きやすい編成ですよ。だからこれを見れば、あ、セラってこんなに強いんだってなると思う。ケットシーなくてもこんなに火力出るし、デバフもできるしみたいな、すごいいいと思うただちょっとセラの残念な点ね、水運用だとさ、レジェ待てが微妙なんですよ。氷だとこんなに充実してんのにね、これ氷追撃とかさ、あったりするし、これ全部氷なんだよね。氷属性のダメージアップ症とか、氷属性魔法攻撃発動回数に応じて魔力アップ中、まあこれ言んないけど、これ別にゴミだけどさ。なので使えるレジマテがこの水まといと、あとこれだね、ラウンド開始時に ATB ゲージが溜まっているってやつ、一定時間待機時間短縮、まあいいんだけどね。これ多分これあれだろうね、シンクロのさ、待機時間が長くなるやつに対しての、まあ、答えというか何なのかなんだと思うんだけど、まあいいや、これでいこうと思う。今回シンクロ僕どっちにしろ持ってないので、覚醒でいく。 D 覚醒と覚醒と覚醒っていう併用でいこうと思う。覚醒自体強いからね、割とね。このティアーズアローにしてもね、水耐性2段階ダウンしつつ短時間防御魔防精神デバフ、さらに水マット原型パラペル1アップ、水属性3回使用するために自身の水属性ダメージ1ターンアップ中、自身の待機時間一旦短縮。これが覚醒1個目 ?2 個目か。2個目の覚醒。こっちが第3覚醒だね。時読み覚醒モード。待機時間短縮。これ無条件短縮だね。で、かつ氷水アビリティにダメージアップ中。ダブルクリスタリウムモード。ということで、どっちも強いよねっていうことでやっていきたいなと思います。はい。余裕があったら LBOF 打とうか。ないだろうな。せっかく LBOF 持ってるし、ちょっと LBOF 持ってこう。フルセットでいこうぜ。最後ゲージ余ったら新奥義ぶっ放して終わるぐらいのね。もう、これぞセラだぜっていう、水セラだぜっていうところでちょっと見せたいと思う。はい。まあ、趣味動画なんで。はい。で、あと、モグだね。他のキャラ紹介していくと、ちょっと話の流れが前後して申し訳ないけど、風のラプソディ、シンクロ、覚醒、戦技。はい。で、まあ、ストラゴスだね。はい、こんな感じで、戦技、D 学、シンクロぐらいまでかな。はい。で、Sストライカーにしました。で、まあ、ストラゴスさんの重要なところで言うとね、このレジマテのね、低確率味方全体割合回復。
これがね、血糖値抜いてるからさ、回復してくんないと困っちゃうのよ。あとメイヤだね。はい。まあ、セラの補助的なね、感じで、戦技、新奥義、シンクロ、D 角、LB チェイン。はい。こんな感じでいきたいと思う。まあ、よく考えればね、メイヤで LB チェイン打てば、午後の、ね、午後のあのシンクロを、ああ、まあ、その手もあるな。メイヤチェイン使うのもありだな。ありなんだけど、どうしようか。どうしようか。どうしようかってところあるよね。まあいいや。やっていこう。どうしようか。はい。ということで、ウェイト実況でやっていきたいなと思います。開幕アルティメスシュート。まあ、ほんとね、モグとストラゴスで回復しのげるかっていうところが一番の肝になってくる。ハズレのラプソディ。味方全体の待機時間短縮しつつ、さらに、ヒース型ね。はい。で、ストラゴスがここで星6戦技を打っていく。で、メイヤが連続ボタジャー。で、ここがバハムトレシキ。ハリュエン。これはまだね、マボムシですね。2発目までがマボムシで、次の2回の攻撃が、普通の通常攻撃だっていう感じだったかな、多分ね。なので、モグで一応守りのシンフォニーぐらいはしておく。これでプロシェルぐらいはね、貼っておいて。で、メイヤがここでウィッチエナジー。で、ゴゴがここでチェイン打ちます。ファイアブレス。はい。ここまでストラゴスが一度も仕事をしない。さあ、ここで次のモグの回復力次第だな、これ、もう。で、ストラゴスがここで、一瞬、メイヤで先に新奥義打ってから午後の D 角を打てば、ちょうどね、チェイン D 角って流れになると思うので、いやー、これモグ仕事しろよ。追撃しろ。あ、した。よし、ACP 満タンになった。これで、次のファイジャー受けれる。これ7000受けます。いやー、しかしマジであれだな。仕事してねえな。ストラゴス。ストラゴス追撃マジでいい加減にしろ。お前マジでいい加減にしろよ。25% が低確率ね。どれだけ信じられないかっていうことだよね。で、セランがここで D 角打っていく。ディフェンスで出るのは防御は防精神デバフの部分だね。で、メイヤンが LB チェーン打ちたい気持ちをぐっとこらえてシンクロ打つ。よし、これで、さすがに多分次の攻撃耐えれると思う。追撃がどうあれ。追撃どうあれ、さすがに耐えてくれると思う。おし、CCB 満タン、熱風。おー、キョッキョッキョ。おー、ストラゴスようやく仕事した。これよ、ストラゴス。いや、もうすでに4、5回攻撃受けてようやくだからね。低確率がどれだけ信用ならないのか。ただ割合回復だからね、アンチヒール関係ないのがマジで強いよな。高確率、中確率以上だったらやっぱぶっ壊れになっちゃうのかな。ストラゴス以外にこの割、なんだろう、低確率回復っていないんだよね。割合回復。もっと他のキャラにも実装されていいと思うんだよな。なんかいろんなキャラの可能性が生まれるというか、それによって。パッサル、一応これで敵のよだめを若干下げられるかな。下げられるといいけど。セラの攻撃かな。セラの攻撃でフェーズ2に移行するような流れになるかな。あー、これアンチヒールか。これ 10秒前にフェーズ抜ければアンチヒール食らわずに進めんのか。これ
なるほど。その手もありだな。その手もありじゃないですか、全然これ。もしかして。アリオブアリなのでは？で、このターンは、まあいいか。諦めよう、このターン。メイヤーの攻撃はちょっと諦めるとして。で、ここでモグが思い出ダンシング打ちます。で、セラが思い出ダンシングに乗せて覚醒を打ちましょう。はい、これで HP を回復して、ティアザロ。これで防御魔防精神デバフ。で、ゴーゴーでバハムートで式投げ。で、ストラゴスがシンクロ。このたまたまのダメージは気にしません、特に。全然もう次のターンにはフェーズ移行するつもりなので。いいね。シンクロ本体部分で1万2000も出ていれば。で、ここでメイが満を持してレビーチェーンをぶちかましていく。ちょうどね、このチェーンマックスのタイミングで打てば、ね、この威力。で、さらに追撃で待機時間短縮されるので、ここで D 角乗せていくと。なると爆速でね、D 角をお楽しみになれると。このスーパーアルティメットコンボね、この流れるような、綺麗なコンボ。ここでシンクロ打っておかないと。効果切れ、カズナツオディの効果切れちゃうからね。うわー、ダメージが痛いっしゅー。ダメージめちゃめちゃ痛いっしゅここら、ここのターンがね、もうみんな、すべてのキャラの全力攻撃になるんで。ハーリダモル。カンストカンスト強い強い強い、めちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ強い。はい、フェーズ3移行しました。これファブラプリストここで使わないと死ぬような、マジで使いどころここだろう多分。てかファブラプリストもアンチヒールの効果受けてんだな、よくよく見ると。これファブラプリストあんま使うことないかな、言うて僕はどちらかというと壁派なので。22秒後半、まあ、23秒弱か、あのスーパーカチカチタイムが解けるの。セラさんもここでアルティミスアーチャーを死んだ晩鐘を食らいます。うわー、これさ、次の攻撃1万くらい食らうんだよね。これどうするか。ここで回復しとく。ここでストラゴスの追撃発動してたらよかったけど、発動しねえんだ。マジでストラゴス仕事しねえな。で、ここで多分アンチヒール切れるっしょ、フェーズ3のタイミングで。なのでここでファブラプリスト使い切ったけど、多分これはね、正解のはず。多分正解、正解だと思いたい。そうだと言ってくれ、頼む。あとはもうゲージためですね。ゲージじゃねえや、チェインため、チェインためになります。これモグサルサ、モグサルサとどっちがいいんだ。モグサルサか。おお、ファイアブレス、ほら、これよ、1万。このダメージがあるから、はい、今、プリスト使っといたんだよね。これ、マジ死ぬかんな。てか、ここでもマジでストラゴス出撃発動しないんだ。おじいちゃん、仕事してよ。おじいちゃん、仕事してくれ。おじいちゃん。あれ？
あれ、もうスーパーカチカチタイム終わった？そんな短かったっけこれ。あれあれ、何秒で入った？あれあ、まあいいか。あれ、ちょうど味方の攻撃のタイミングにバッチシ当てたからいいか。あ、ちょうどセラでフィニッシュできそう。ウェイウェイ、あ、よかった、めちゃめちゃタイミングバッチリだった。うぅ、強かったね。いや、ファブラプリスト作戦正解だったな。よかった。はい。ということで。どうかな皆さん。セラの、水属性セラの可能性をね、みんな感じれたと思うんだよ。これで。といったところで、シンクロなくてもこんだけ強いんだから、全然強いです。語彙力がない。といったところで、今回のここまでで終わりたいと思います。参考だった、面白かったという方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。